はいどうもこんにちは、フィギュア大好きと一貫です。はい、今回の動画はですね、この動画の公開日の8月6日と翌日7日までの2日間に新宿で開催されていますぐっすまさん主催のスマイルフェスに私といかんかですね、今回もぐっすまさんのご好意で前日に撮影をさせていただきました。ぐっすまさん毎度毎度ありがとうございます。まあぐっすまさんはこれまでにもですね、秋葉原の秋箱ギャラリーなどでイベントをね催していたんですが、今回は笑顔になれるフェスティバル、いつもとちょっと違うぐっすまアトラクションということで、いつものフィギュア展示以外にもステージとかライブ、あとは YouTuber 配信、さらに人気キャラクターとの写真撮影などなど、まあいろいろとですね楽しめるアトラクションになっているようです。ですが、まあ、今回はね前日ということなので、ステージイベントなどは開催されていませんでしたので、そちらの撮影はしておりません。ですが私の得意分野でもある美少女フィギュアを中心にじっくりバッチリと撮影してまいりました。とはいえですね、ちょっとね、まあ、撮影時間も限られてはいたので、まあ、全てをねじっくりと撮影するというわけにもいかなかったので、フィグマやネンドロイド、そしてドールやプラモデルなども展示されていたのですが、それら全てはね撮影しきれておりませんので、そこはご了承くださいませ。ちなみに会場は新宿西口にあります新宿住友ビルの三角広場です。このイベントは2022年の8月7日の19時、夜の7時まで開催していますので、興味のある方は参加されてみてはいかがでしょうか。当日はね、ステージイベントなどもありますので、とても楽しいと思いますよ。お近くの方、新宿までそんなに遠くないよという方であれば、ぜひですね、行かれてみてはいかがでしょうか。下の説明欄にイベントサイトのリンクも貼っておきますね。いやいや、新宿なんか遠くて行けないよとか、コロナが怖くて行きたくないといった方は、ぜひですね、この動画を見て、イベントに参加された気持ちになっていただければ幸いです。で、いつものごとく撮影したデータ量がね結構ありますので、まあ、今回の動画以外にも詳しい内容のものはまた後日配信いたしますので、まあ、コアなフィギュアファンの方はぜひそちらの方もお楽しみにしてください。で、会場の外にはですね、このようにグッドスマイルレーシングの展示ブースがありまして、で、このようにかっこいいレーシングカーが置いてあってですね、これはメルセデスですね、まあ、詳しくは分かりませんが、で、その後ろには歴代のレーシングミクなんかも、まあ、このようにポップ展示されていました。もしかしたらイベント当日はレースクイーンのお姉さんがいらっしゃるかもしれませんね。で、会場の中へ入っていきますと、結構ね、明るい雰囲気というか、まあ、綺麗なんですよ。おしゃれ。ぐっすまさんのディスプレイって、なんか温かみを感じるというか、好きなんですよ。で、さらに中に入っていきますと、ご覧の通りで、ぐっすまさんのお箱でもあるたくさんのネンドロイドが迎えてくれます。会場内には、ここ以外にもですね、いろんなところにネンドロイドが展示されていました。まあ、可愛いのでね、僕も結構ネンドロイドは買ってます。で、さらにこんなリアルなブルースリーがお迎えしてくれます。これがね、インフィニティさんから発売中の1分の1スケールのスタチューでしょうか。価格はね、48万円プラス税です。ただこれすごいんですよ。ハリウッドの特殊メイクかっていうくらいリアル。特に顔がリアルでした。これは死亡遊戯のワンシーンですね。まあでもこれが家に置いてあって、でお客さんが来ていきなりこれを見たらまあ驚くでしょうね。で、驚きついでにもう一つ、こちらがフリングさんの現在予約受付中の4分の1スケールの加納姉妹のフィギュア。これ僕見たかったんですよ。ね、すごくよくできてました。ね、特徴をよく捉えてる。特にお顔の写真もね撮ったんですけど、どうでしょう、めちゃくちゃ似てるでしょう。これすごいっすよね。まあ、加納姉妹に乾杯ですよ。ちなみにお値段が共に税込みで、39,600円なので、姉妹揃えて約8万円です。あなたのリビングにセルブ姉妹をお招きしてはいかがでしょうか。そして、いろいろとあるんですが、まずはこちらから行きましょう。馬娘。馬娘のフィギュアをまだかまだかと待っているオーダーの方も多いのではないでしょうか。で、こちらが先日予約開始となりました、ダイワスカーレット。いやー、これもね、デコマス初展示ですよね。もうね、まじまじと見てきましたけれども、素晴らしかったですよ。制作はマックスファクトリーさんなので、間違いないです。
特に僕のイメージではマックさんはね、ちょいムチ感のフィギュアがお得意のような、まあ、そんなイメージがあるんですけれども、まああくまでもね、個人的な感想ですが、でもですね、そんないい感じのちょいムチ感が出ているように感じました。で、こちらは現在予約受付中でございます。スケールは7分の1で、販売価格が税込みの 23,800 円です。下にリンクも貼っておきますので、気になった方はチェックしてみてください。で、こちらはね、完全受注生産になりますので、予約をしないと買えません。欲しい人は早めに予約をした方がいいと思いますよ。そしてこちらもデコマス初展示のメジロマックイーン。はい、来ました。これも良かった、これも良かった。てかね、可愛かった。この満面の笑顔で手を振っているという。で、思いっきりこう手を振っているのがわかるように、衣装が、なんていうの?めくれ上がってる感じ?上着も中のしましまシャツもデスカートも、いい感じにこう舞い上がっているんですよ。この造形が素晴らしい。まあでもなんといってもこの表情ですよね。これは本当にね、僕も見ていて癒されました。で、こちらもスケールは7分の1です。で、近いうちにですね、予約開始になるのではないでしょうか。期待して待ちましょう。そしてまだまだあります。こちらはまだ色のついていない原型での展示でしたが、ミホのブルボン、正確無比のサイボーグ。こちらも7分の1スケールでグッスマさんから出ます。こちらはね、一転して凛々しいポージングなんですが、これちょっとまあ、エッチーというか体にフィットした衣装ですよね。で、僕もね、あまり詳しくはないので、ググって調べたら、結構なんでしょう、いいお体してますよね。ただね、フィギュアはね、本当にかっこいい。なんかこう、ユニットとかつけたら、シンフォギアとかにいそうな、そんな感じ。まあ、色がつけばね、またイメージも変わるでしょうね。続報を待ちましょう。で、まだありますよ。こちらはファットカンパニーさんから発売予定のツインターボです。ツインターボ出ます。ツインターボ。僕もね、この子は知っています。ちょっとこう、バカっぽいところが可愛いんですよね。で、余談なんですけど、僕が先日行ったメイドカフェのメイドさんがツインターボが好きで、で、イベントの日にね、ツインターボのコスプレをしていました。ちなみにもう一人のメイドさんはライスシャワーのコスプレをしていました。でもこのターボちゃんは色がつくと全然変わるでしょうね。楽しみです。で、こちらはポップでの展示でしたが、同じくファットさんからナイスネイチャーが出るようです。ナイスですね。続報を待ちましょう。で、まだまだあります。こちらはすべてポップですが、オグリキャップ。はい、やりました。結構ね、僕のところにもコメントで、おぐりキャップを出してくれ、なんてね、視聴者さんの声も多かったので、喜んでいるオーナーさんも多いのではないでしょうか。で、さらに、ライスシャワー、はい、来ました。で、これはなんかね、ハロウィンコースでしょうか。まあ、アルターからも出ますからね、このライスは。なので、これはこれで嬉しい。で、さらに、ビワハヤヒデ、はい、これも来ました。で、すいません。僕、この子ちょっとね、知らないんですけれども、もう忘れちゃったのかもしれないんですけれども、メガネをかけているので、西条ですかね。で、こちらはマックスファクトリーさんの制作のようです。で、これもマックスさんの成田ブライアン。これも来ました。で、この衣装は何でしょうか?勝負服ですかね。で、こちらは角川さんなんですけれども、角川さんも馬娘を出すようです。それがこのメジロマックイーンのエンドオブスカイバージョン。これは勝負服ですかね。さっきのグッスマさんのとは衣装が違うんですよね。まあでもこれも楽しみです。で、他にもですね、フィグマですとか、あとはネンドロイドですね。まあここら辺も続々と出るようです。このネンドロイドもね、可愛いんですよね。いやー、ツインターボは派手だな。まあでも結構ね、スケールフィギュアとメンツは似通っているのかな。できたらね、グッスマさん、僕推しのスペちゃんを、再販してくれると嬉しいです。そして続きましては、ホロライブ行きましょう。ホロライブもこのように一区画を陣取っていました。で、すいません。最初に言っておきますが、僕はあまり VTuber は詳しくないです。で、まずはこちらから、白金のイル。こちらがファットさんから出ます。スケールは7分の1ですが、価格や販売時期はまだ未定とのことです。いやー、でもなんか僕の知らない VTuber の方なんですが、なんかかっこいいですよね。なんでしょう。異世界ものに出てきそうな、しかも勇者とか戦闘タイプで、なんかそんな感じのコスチュームですよね。だが、でかいと。まあ何がとは言いませんが。そしてこちらも出ます。同じくその白金ノイルの水着バージョン。これ、同じ人ですかって二度見ちゃうくらいに違う人に見えるんですけれども。
さっきの勇者っぷりが全くなくなって、かなりセクシーなお姉さんになっています。ごちそうさまです。ちなみにこれはね、ぐっすまさんです。いや、でもこれは素晴らしい。なんて素晴らしいんでしょう。スタイルも素晴らしいんですけれども、身につけているこのビキニのデザイン。まあ、ビキニを着こなしている感ですかね。それが素晴らしい。何気にね、こう手を広げて脇と脇乳を見せているという美少女フィギュアのお手本のようなフィギュアになっています。で、こちらも7分の1スケールですが、価格及び発売時期はまだ未定ですが、色もついていますので、近いうちに予約開始になるのではないでしょうか。非常に楽しみです。で、その隣に展示されていたのが、雪花ラミ。最初この読み方がね、わからなかったんですが、そのままでいいみたいですね。雪花。で、これはマックスファクトリーさんです。で、まだ色のついていない原型での展示なんですが、そのせいか逆に髪の毛の造形がすごいように見えます。あとね、衣装なんかもこうフリフリで可愛い感じがしますかね。これも色がつくのが楽しみです。で、こちらもまだ原型での展示ですが、リボルブさんから発売予定のアマネカナタ。こちらはなんか全体的にボリュームがあって、華々しい雰囲気。なんかね、妖精みたいな感じでしょうか。魔法少女的な？そんな感じ。で、こちらも色付きが楽しみです。で、こちらも馬娘同様にと言いますか、それ以上ですかね。ネンドロイドもこのように多数展示されていました。僕もこの中ではマリン船長とね、あとサメちゃんを買ってます。で、今後もですね、ネンドロイドもそうですが、フィグマなんかも同様に新作が続々と発売されるようです。そして、これもいっちゃいましょうか。5等分の花嫁、いっちゃいましょう。で、なんと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 、中の5姉妹が全員揃っておりました。で、まずは、いちか。いちかはご覧の通りで、まだね、色のついていない原型での展示でしたが、これはどうも、コーヒーらしきものをこう2つね、持っていて、で、1つを相手に渡そうと、まあ、そんな仕草でしょうか。まあ、これはね、デートあるあるですよね。そしてニノ。ニノも同じく原型での展示でございました。で、このニノは何でしょう、スマホですかね。まあ、スマホで連絡をしようとしたら、ちょうどそのタイミングで相手が来たと、まあそういうシチュエーションでしょうかね。これもデートあるあるですね。そしてミクです。ミクは現在予約受付中でございますので、色のついたデコマスでの展示でした。で、言い忘れていましたが、これ中野姉妹全員6分の1スケールです。で、前回のワンホビとディスプレイスペースがちょっと違うので、今回の方がフィギュアがね、小さく見えているかもしれませんが、大きいです。6分の1スケールなので。結構今回展示スペースが広いので、逆にね、フィギュアが小さく見えているかもしれません。で、ミクはガイドブックを見ていると、確かこれ遊園地でしたっけ？まあこれもね、デートあるあるですね。そして四つ葉。なんと四つ葉も色のついたデコマス展示でございました。これね、可愛かった。めちゃくちゃ可愛かったです、これ。なんでしょう、もう天使ですよ。僕ね、一気にこの四つ葉が好きになりました。まあ、色もね、いいんですよ。もともとオレンジとグリーンの相性もいいですし、で、それをね、彩色担当の方が非常に綺麗に仕上げている感じ。まあ、素人目でございますが、そんな風に見えています。ベージュの服の色も含めて、美少女フィギュアとしても本当にね、素晴らしい仕上がりではないでしょうか。で、これは、遅れてごめん、待ったっていう感じですかね。これもデートあるあるですね。そして、いつきです。いつきはまだ色のついていない原型での展示でした。で、これは何でしょう。右手にクレープかな、らしきものと、左手にはチェロスでしたっけ、甘くて長い棒状のやつ。ということは、ネズミの国のデートですかね。まあ、これはね、おっさんが絞り出した知識なんですけれども。まあ、でもこれもね、デートあるあるですよね。肌面積が少ないフィギュアなのに、可愛く見えるこの凄さ。やばいです。やばやば。これは5人全員ね、なんか買いたくなってきちゃったな。そして一気に変わります。ここからは、ぐすまさんお得意の初音ミクです。で、まずはこちら。初音ミクの15周年アニバーサリーバージョン。いやー、これすごかった。これはすごかった。可愛くて可愛くてめちゃくちゃ可愛いんですよ。で、ボリュームもすごいと。まあ、なんでしょう、普段のスマートなミクさんとは違って、フリフリフリルのお姫様のような、そんな可愛らしいミクさん。でも最近こういう感じのミクさん多いかもですね。で、髪の毛もツインテールがくるくるってこう大きくカールしていて、そのボリュームも圧巻。
て杖かと思ったらでかいフォークだったり、あと衣装のデザインも音符があしらってあったりでおしゃれなんですよ。いやーこれはすごいです。しかもスケールも6分の1なので全体的なボリュームもすごいことになりそうです。で台座もこれなんかお皿っぽいですね。だからミクさん自体がお菓子になっているような感じ。まさに15周年を記念するにふさわしい豪華で可愛いミクでございます。でそんなミクの横にこじんまりとこうひっそり佇むネンドロイドのミク、可愛い。でこれをね現在予約受付中です。ネンドロイドのミクも人気がありますから、これもね欲しい人は必ずゲットしておきましょう。でこちらは前回のイベントでも展示されていましたが、現在予約受付中の初音ミクローズケージバージョン、これはですね椅子がいいアクセントになっていて、ちょっとこうアンティークな感じ、まあ、エレガントなミクさんに仕上がっているような感じ。メタリック塗装なんかも施されていて非常に綺麗です。でこれもね予約先のリンクは下に貼っておきますね。でこちらはまだ色がついていなかったんですが、レーシングミクの2021プライベートバージョン、プライベートミクのプライベートって確かに気になりますね。でスーツケースを持ってどこかに旅行する感じでしょうか。で変わってこちらが2022のレーミクです。僕の好きなイラストレーターさんの猫さんのレーミクです。ただ残念ながらまだねこちらは色がついてなかったんですが、これもね早く色付きが見たいですね。これ確かスパッツみたいなボディスーツみたいなコスチュームなんですよね。はい、ですいません結構ね長くなってきたので、ここで一旦終了とさせていただきます。いやーまさかまさかです。グッサマさんだけはね今回終わらせようと思っていたんですが、全然終わらないですあとね一つ二つくらいだったらやっちゃうんですけれども、そんなレベルではないので、また次回にねじっくりとレポートさせていただければと思います。ではでは次回に続きます。